さあ、近所の老人から経営権を奪い取ったこちらの和菓子屋ですけど、まあどら焼きの売り上げをさらに伸ばすために顧客を増やしたいんですよね。なのでこの辺りのやつらをどうにかしてどら焼きがないと生きていけない体にしたいわけだけど、まあなんか前回出来すぎを接待したりしてみたけど、接待するよりも好物を店に並べた方が話が早いっていうことがまあ分かってきたんだよね。これ出来すぎの好む黒糖どら焼きだったらすぐ作れんじゃないかな。他の二人の好物は今作り方わからないけど、黒糖持ってたもんな。最初の方に黒糖なんか手に入れてたはずなので、早速まずメニューを開発してみよう。で、なんか高騰してんだよな、どら焼きの皮。最初4000円くらいじゃなかった？作るたびに高騰してる気がする。まあ皮入れまして、まず黒糖でしょ。で、なんかあんこぶち込んだらその時点で毎回完成しちゃってなかった？なんかもっといろいろぶち込むことってできないの？こういう、なるほどね。そうかそうか、何にもならない組み合わせってのもあんのか。あ、これ別に食材減ってるわけではないよね。あ、よかったよかった。じゃあ黒糖とあんこで黒糖どら焼きが完成しましたので、これどうしようかな。出来すぎを釣るための大事などら焼き、ここはちょっとドラちゃんに任せましょうか。まあわずかな差だけど、一番調理がうまいのドラえもんなので頼むよ。いや、いや、なんかドラえもん、うわ、お前いい結果出すな。やっぱ信じられるのはドラえもんよ。飾り付けもしておきましょうか。まあ飾り付けなんかそんなにやってこなかったけど、ひよってね、 F ポイントとか使ったりするから、まあそんなに余裕がないのでやらないできたけど、もうどんどん投資のつもりで使っていってもいいのかもしれないな。なんかこれドラえもんが太鼓判をしてますね。なんだこれは、ドラえもんと相性がいいみたいな話。ドラえもんおすすめのやつにするとなんか上昇率が高そうなので、ステータスのオーラが伸びますね。じゃあ、あー、そうなんだ、そういうのあるんだ、キャラごとに。ドラ、得意もクソもねえだろ感はありますけど、敷くだけだから下に敷くだけなんだからさ、得意もクソもねえけど、じゃあ従いましょう。従っていこうか。そうだな、これ基本的にもうドラちゃんに従っていけば、あー、まあでもまだそうだな、アンロックされてない項目も多くてまだ何でもできるわけじゃないけど、まあこれどんどん投資のつもりで使っていこうかな。お金とかもかかるけど、いけいけいけ。これでなんかいきなり贅沢になったな。これ試食会でもいい結果出るでしょ。今まで2点とかしかもらったことないけど、先生2点、キテレツ2点、近所の人言って、何やってんだクソガキ、ちょっとあのクソガキ、君ちょっと住所とか教えてもらっていいかな。あ、これで、はい、釣れました、一本釣り、出来すぎ参戦。これで出来すぎ一本釣りで顧客が増えたと。そうだな、接待するよりもまあ好物作れるのであればこっちの方が話が早いね。これで顧客がさらに増えました。出来すぎはそうなんだな、客なんだな。出来すぎはレギュラーじゃない扱いなんだな、やっぱり。お、どうしたどうした、あー、ドラミちゃんよ。あ、そっか、今のカットイン、ドラミのタイムマシンか。お兄ちゃんのと違って可愛いタイムマシン乗ってんだよな。こんにちは、のび太さん。お兄ちゃん、頼まれてたものを持ってきたわよ。あ、なんか頼んだっけ。いや、早かったじゃないか。お前が勝手に頼んでたのか。ドラミにお店を経営するコツを調べてもらったんだ。わかりやすいようにランクアップ形式にしておいたわよ。と言いますと、この条件を達成しておけば、いけば、あー、きっと最高ランクのお店になれるはずよ。つまり、はいはいはい、これを全て達成したら一つ星を目指そうって書いてあるね。星もらえんだね。星もらったらどうなんだ、なんか雑誌とかに載せてくれんの星持ちの店として。それでなんかさらに客が増えたりすんのかな。あー、食材探しも条件なのか。そっか、食材はどんどんもう常に探させてるくらいでいいな。へー、なるほど。まずは最初のランクの星一つを目指せばいいんだね。うん、そうよ。条件は、はいはい、いつでも確認できるわよ、と。あ、あと気になったんだけど、お店をもっと広くしたらどうかしら。これ以上
いやもう随分でけえよ。見てこの周りの民家との敷地の差。ヤクザの家だと思われてるよ多分この和菓子屋。あー、これからお客さんも増えてきっと手狭になると思うや、思うわよ。じゃあ私行くわね。お兄ちゃんものび太さんも頑張ってね。あー、ドラミアできたやつだな。助かったよ、ありがとう。確かにもう少しお店が広くてもいいかもしれないね。でもそんな時はと。え、おいおいおい、未来の力でどうにかする気だぞ。広々ポンプ、敷地でかくできんの？お店を広くできる道具。いやだってなあ、周囲の民家とのサイズ差、こんなもんもヤクザの家だと思われてたと思うよ最初は。どこでもいいのかな。じゃあなんか店の脇のこの辺とかに例えば置いてみる。大丈夫？失われてない命は、僕たちのお店の土地だけを広げられるんだ。いや、どうなってんの？わあ、本当だ。いや、もっと心配することあるって。面白いねじゃないのよ。あったでしょ、そこに民家。広げた土地にいろいろ建ててお客さんには喜んでもらおうよ。ちゃんと円満に立ち退いていただいた？この辺に住んでた方々は。まあ、土地が広くなったけど、このさ、この板の間のさ、なんていうのかな、庭じゃなくて店本体はどうやったらでかくなんだ？それはなんか自分で建築していけってことか。まあええか、それは置いといて、食材探しはどんどんさせといた方ん？出現中。え、これ豚ゴリラか？キテレツの豚ゴリラだよな、これ出現してんの。暴言みたいなニックネームでおなじみの。新しい場所に行かせようと思ったけど、これなんか豚ゴリラを顧客にできたりする？どうしよっかな。なんかジャイアン向かわせたら共鳴し合ったりしねえか。まあ逆に追消滅する可能性もありますけど、ジャイアン行かせてみよう。足腰強いしね。うん、探索のステータスが高いし。お願いが届いたって今出てたな。お願い、お願いはもうどんどん、ああそうだな、これはもうどんどん投資のつもりで答えていった方がいいな。ちょっとなんか徐々にお金は減っていってるけど、店の予算。ただまあこれどんどん使っていかないと、使って回していかないと。こういう経営型のゲームはブランコがお店にあるといいかも。いいか？ガキがいついちまうだろうが。当店高級店としてやっていきたいんだけど、お前やって損はしないのかな。あの出来すぎくんが言ってるくらいらしい。わかった、お前を信じる。ブランコを、なんか調達してもらってる。出来すぎに6000円払って、でこの辺の人たちの好物はまだ作れないので食材の収集に期待ってことだよね。ジャイアンに食材収集行ってもらってるから、まあ正確にはジャイアンのコピーロボットだね。食材についてはそれ待ちってことで、今できることあまりなくなっちゃった感じかな。あ、でもまあ顧客増えましたね。お、どうした？お、骨川さんちのガキじゃねえか。あれ、君たち何してるの？なんか忙しそうだね。お前も仲間になる感じ？従業員じゃなくてスポンサーでもいいけど、別に。金だけ出してくれりゃいいけど。僕は今からデパートで新しいラジコンを買ってもらうところなんだけど、聞いてない聞いてない。聞いてないのよ、そんなことは。あ？ストーリー、いやまあやっぱり一面として仲間にはなるんだろうな。こいつも劇場版仕様でしょ。普段めちゃくちゃ嫌なやつだけど。あれ、みんなお揃いで何してるの？あら、スネオさんこんにちは。お出かけ？僕はこれからデパートで。また言ってろこいつ。パパに新しいラシコンを買ってもらうところなんだ。今言ったのよそれ。あ、スネオ、いいところに来たな。ジャイアン、僕ちゃん嫌な予感するから帰ろうかな。のび太、よかったな。スネ夫も手伝うらしいぞ。お前ほんと劇場版仕様だな。あ、もう嫌な予感的中。あ、そんなんでいいんだお前。いくらでも断る口実はあるだろ。スネ夫が仲間になりました。よかった、スネ夫特攻のジャイアンが仲間にいて。自慢ばかりのナルシスト、すんごい悪口、すごい悪口言われてる公式に。本
とね、アニメとかだと、昨今のアニメとかだとみんないいやつに見えるけど、割と原作のこいつら割と全員毒でもないからね。静香ちゃんですら静香ちゃんですらまあまあクソガキだからね、原作仕様だと。とんがりさんを探しているようで、あ、これそっか、ジャイアンに向かわせた、これ探索だよな、出現中って出てたけど、あー、とんがりを顧客にできてたら釣れんのか、豚ゴリラも。あー、なるほど、豚ゴリラと共鳴すんのジャイアンじゃなかったか、そっちか。じゃあ、いやだってアンバタードラ焼きでしょ、とんがりが欲しがってんの。あ、っていうかちょっと待ってくださいよ。スネオが、スネオも従業員として仲間になったんだよな。ってことはですよ、どこだっけ、トレーニング、あったあった。これね、従業員のトレーニングは全員に作用するので、全員揃った今こそトレーニングの意味があるでしょ。なんか新しいトレーニングもできてんね。じゃあ調理技術を高めるトレーニング、あ、これすごいな、射撃を極める、両方上がるんだ、探索も技術も。射撃なんかもう、うわ、もうちょっと伸びただけレベル違うことやってんのよ伸びただけレベル違うのよ。全員ライフルみたいなの、重心長めのやつ使ってんのに、射撃の安定性を高めるためにハンドガンで撃ち抜きまくってたから、2丁で。やっぱ違いますね。あ、これもまあ回路でよくあるシステムだけど、はいはい、なんか何回もやってるとトレーニングにかかるコストが増えていったりすんのよね。もっとみんなを強くしたいところだけど、剣玉、剣玉もう一回、調理技術上がってほしい。いや、もうレベルが違うのよ、のび太だけ。なんでこんなにのび太の得意種目ばっかりなの。あやとりとかも出てくるだろう、じゃあそのうちで。あ、まあそうだな、トレーニングはしたけど、だからどうってこともないか。新しいメニューも作らせたいけど、せっかくステータス上がったし、今、あ、新しい商品は作れなさそうって言ってる。そうなんだよな、食材取ってきてくれないと新しい開発もできないし。あ、こ、あ、なんだ、新しいお願いができてんぞ。ドラえもんのお願いか。ほう、ドラ焼きをさらに美味しくできる試作室。もうこんなん投資ですよ。従いましょう。どうしよっかな、食材。あ、引き受けたお願い事。あ、これブランコの方かな。出来すぎブランコ。はい、出来すぎブランコが建築できるようになりました。これはまあ、置いてやろうか。せっかく作ったし、ブランコを、まあ、やっぱ、この入り口付近か。例えばこの辺とかに、じゃあ、置いておこうか。これでまあ評判プラスとか書いてあったね。評判が良くなればさらに顧客が増える。お、キテレツのお願い、もうこれやっぱお願い、お願いゲーだよな。これもどんどん先に一刻も早くやった方がいい。これも回路ゲーあるあるですよ。瓦屋根の献立、瓦屋根の献立、あ、献立、まあメニュー表みたいなことか。あー、お店にあるといいかも。なんかこう看板みたいに立てとくタイプのメニュー表ってこと。まああるいは壁に貼ったりで、もうすぐ豚ゴリラじゃなかったジャイアンのコピーロボットが帰ってくるぞ。帰ってきた、ちげえんだよなまあちげえんだけど、まあしょうがない、ちょっと豚ゴリラ目当てだったからな。さっきの探索は食材というよりも一回すでに行ったことある場所だったし、まあそれはいいわ。だからもう一度行かせよう。いや、まあ豚ゴリラはじゃあ後にして、新しく出現した池のある公園、こちらに、パラメータちょっと上がったよね。まあパラメータ上がったけど、まあやっぱり探索一番強いのはジャイアンだな。じゃあお前行ってこい、お前ずっと外回りな、外回りのジャイアン行っていただいて。いやー、でもそうだな、なんかそう簡単。おー、どうしたどうした、生クリーム、新しい食材。あ、そういえばそっか、あの食材は探索だけが全てじゃないか。そういえばショップってのもあったな、ゴーダ雑貨店。ちょっといいもん入ってないですか。あ、いいもん入ってねえな、アンバタードラ焼き作れなさそうだな。アンバタードラ焼きが作れればとんがりを釣れるわけですけど、
あーちょっとこれはキープかな。釣り竿ってこれなんか意味あんのか。あーでも食材じゃなくてこの辺の釣り竿とか盆栽はなんかあれか、これ店に設置するタイプのアイテムか。設置したらなんか恩恵あんのかな。とりあえず一個ずつ買っとこうか。もう投資よ投資、お金があるじゃどんどん投資に回して店を強化していく。あしまったな、消費アイテムか。やっべえ、ミスったか。店に置ける系のアイテムだったらね、もうどんどん店強化しておけばそれだけ恩恵あるでしょって思ってたんだけど、消費アイテムの類ってあれどこにある、これか。あ、お客さんにプレゼントする、そんなアイテムあんの。え、いやでもまあこれ効果書いてある通りだったら強いよな。お菓子を2個多く買うようになる。これを例えばキテレツに渡したらキテレツが毎回お菓子2個多く買うようになるってこと。あ、相性とかあんのか、なるほどね。あーいいぞ、担任盆栽好きだぞ。盆栽先生にくれてやったら、はいはい、何これ3つまで装備できるみたいな感覚、装備というかね、3つまで贈り物の効果が生きるってことだとしたら、どんどん渡した方が店の売り上げ伸びますよね。先生のお店好き度がアップ。うん、それはつまり店に足を運ぶ頻度が高くなるってことじゃないの。いろいろあんな、ちょっと待ってよ、百貨支店なんかこんなもんキテレツじゃねえのか。全員いいんだ。あ、全員いけるんだ。あ、まあそうだ、言われてみればできすぎも好きそうだな、百貨支店。これじゃあちょっともうどんどんくれてやろう、キテレツにくれてやります。使えるものどんどん使って手を打った方が結局売り上げにね生きてくるような気がするんですよ。相性20丸の相手がいないから、これはちょっとキープしておきましょうか、釣り竿で。ジャイアンに期待ですよね。あ、ジャイアンまた出会いがあるぞ。で、お願い事、これは、あー、これがドラえもんが言ってたやつね。試作室、試作室は俺が自ら建築する感じでいいですか。あ、確かにちょっと狭くなってきたな。あれ、ちょっとなんかこういうとこに置いていいの。ちょっとこのさ、なんて言うんですかね、建物部分ももっと広くしたいんですけど、敷地だけじゃなくて。それちょっと今やり方分かってねえんですよ。で、野ざらしでいいか、ドラえもん。ちょっといい、野ざらしでもいいよな。で、店員がいないになってる。お、探していた方に無事、あ、ミオちゃんかな、キテレツの。あ、僕が、なんかキテレツがいるから釣れたってことだよね、この人は。顧客が増えたってことでいいのかな。で、ドラえもんがご所望だった試作室できましたよ。野ざらしですけど、野ざらしでもよければ、これまでに作ったお菓子をもっと美味しくで平したりできる施設ですね。素敵です。お菓子の改良をするときはこちらを使ってください。どら焼きの書、そんなんあんなら最初から渡せや。和菓子ありがとう。誰が担当するか決めたら早速使ってみるよ。試作ね、誰を担当させる。ドリンクバー静香ちゃん、キッチンドラえもんってことだけど、今んとこ、ちょっと今ジャイアンは外回りさせてることが多いので、まあのび太ですかね。のび太にしときましょう。で、ここでできるのは改良、どら焼きの改良。あ、どら焼きの書を消費するんだ。ただ改良してよりステータスを上げることができるっていうことなので、え、これ全部に作用すんの、今まで作った全部のどら焼きに。なんかね、4つ全部に矢印ついてるけど、どれかを選択するとかじゃなくて。だとしたらもっと開発たくさんしてから使った方が得なんじゃねえかとか思うよね。で、また何でしたっけ。あー、これは、はいはいはい、こういう掲示板的なやつか、瓦屋根の献立。これはまあお客さん用だよね。店の中に置いた方がいいのかな。まだちょっと操作慣れてないとこあんだけど、これもうほんとなんか、そうだな、店狭くなってきたな。
じゃあここ、お、なんだ、新しいベース食材、あ、これ生どら焼きじゃないの、大福の皮で、あ、なんだ静かのお願い、いやなんか今左上にポストに投函してる静かちゃんいたけど直接言えやドリンクバーにいいんだから今直接行ってこい。何ですか、あー、ドリンクバーね、源さん担当のドリンクバー、飲み物の種類を増やしたくなったと、 F ポイントもな、なんかいつの間にか溜まってたりするので、おい、言っとけ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 、で、あ、っていうか何、なんかさ、探索でミホコ、ミホちゃんなんか発見してたけどそれはそれとして接待はいんのかよ、おい、ふざけんな、勝手に来いや、来て列は常連なのにミホちゃん接待しないと来てくれないの、みたらしプリン、ちょっとまた難しいこと言うじゃん、どら焼きですらないじゃん、どら焼き以外のメニューまだ作れてないのよ、ただ、この人生どら焼きって言ってますね、生どら焼き今手に入れた大福の皮でいけるんちゃうかという疑いがあるので、これ行きましょうか、大福の皮、中身何にするかだよな、こういうさ1個しかない食材ちょっと使うのもったいないってなるよね、なんか必要になった時に使えないのが困るので、ちょっと黒ごまとか使ってみようか、黒ごままだ使ったことないよね、でどのあんこと合わせるかだけど、まあなんか黒ごまだと白あんちょっと違う感じもするな、そうなると普通のあんこになってしまう、まあちょっと面白くねえドラ焼き、違うの、あ、なんかいけそうな組み合わせじゃんそれ、違うんだ、ただあんこ包むだけとかだとまた違う、白あん、白あんどう、ただ白あん包む、これ何にもならないですね、あー何にもならないですね、あー、あ、なんだ、その挑戦する姿に感動したんでこちらを差し上げます、ちょい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 、なんじゃこれなんじゃこれ、あ、あ、今のちゃんと見てた方が良かったやつですか、いやそんなね小賢しく裏書くとかしなくていいのよ、でけえのいただくぜ、こっちいただきます、いや当たりかどうかもわかんねえわいやお金よりでも F ポイントの方がありがたいか、どうなんすかね、どうなんすかね、わかんねえや、マジだマジで、これただあんこ包むだけ、あ、それはいけるんだ、あ、じゃあもうこれいいです、完成です、ああ、大福餅、とりあえずまあメニューの数増やしとくだけで意味はありますので、じゃあ骨皮やっといていいぞ、お前にも任せてやろう仕事で、ステータスどうなるかな、お前船降りろ、あー、やっとお前船降りろ、弱飾り付けどうしますかね、お、ほー、なるほど、達成ボーナスみたいなので新しいのが増えました、でお前が得意なやつ教えてみ、あ、そう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 、得意なやつ、こう得意アピールしてるやつは選んどく価値あるよね、まあ何でもかんでもっていうのもちょっともったいない気もするけど、あ、さっきせっかく F ポイントもらったしこれやっとくか、でもなんかコスパ悪い気もすんな、 F ポイント1個で人気が5上がるじゃない、こっちのやつ、この紙風船倍のポイント使ってプラス7だもんね、なんかそんな美味しく感じないな、こっちの方がいいわ、じゃあ一応ポイントもね過剰にケチりはしないものの、ある程度の節約は大事だと思うので、でもちょっと店の予算減ってきたよな、ちょっとここ放流します、でこれどうだ、試食会初めてのどら焼き以外の非どら焼きメニューですよ、2点2点、おい担任、あーまり評判良くないな、2211プラス6、お、どうしたどうした、ドラえもん大変だ、ドラ焼き以外のお菓子ができちゃったよ、結構なことだろ、別にいいだろ、ドラ焼き屋さんなのにどうしよう、あー、まあでもそっか、一応ドラ焼き屋を名乗ってたんだっけ、天使の老人は、でも美味しそうだね、まあ許可取ろうよ許可、あ、来た来た来た、早速、おや美味しそうにできたね、せっかくだしそのお菓子も売ろうじゃないか、
あ、寛大な方でよかったギュンって大福握りつぶしてうちはどら焼き一本でやるんだって言われる未来も想像しましたけど、いろいろなお菓子を売ってお客さんにたくさん満足してもらえたら私も嬉しいよということになりまして、あ、おじいさん、でもどら焼き屋の夢はいいんですか？まあまあ固いこと言わない、きっとお客さんも喜んでくれるよ。まあいいでしょう、うん、店主がいいって言うならいいですよ。俺はとにかく店主の気持ちが心配だから、ガキどもに乗っ取られてさ、夢だった店をまああの人が良ければいいのよ。で、なんだ、おっとまた大きな本を見つけちゃったぜ。探索に行かせてた郷田くん、今度も不思議な世界とつながんのか。あ、あー、それかそれか、世界の壁、世界の壁、今のなんだった、よく見てなかった、チンプ。あれ、本の向こう側に何か見えるような。ちょっとまあ何度も言ってるけど、ドラえもん以外の作品そんなに知らないので。キテレツがまあちょっとギリだよな、うっすら知ってるくらいで。キテレツ以外はなおのことわからない感じになってます。ごめんなさいね。チンプイの世界がつながった、まあ顧客が増えるってことだ。どこか不思議な世界に繋がったみたい。地球って面白いね。マルセにもお知らせしよう。え、宇宙人なん？あいつ。つまり、これでまた来ましたよね。おもてなし大将が。いや、接待の対象が増えた。お前は何か食いたいんだ？抹茶どら焼き。そんなもん俺だって作りてえよ。あ、全然みんなの要求に応えられてねえな。なんか大福の皮使ったら、生どら焼きいけるかとか言ってたけど、全然違ったな。大福できちゃったもん。なんか豪太雑貨店、豪太雑貨店どう？なんかいい食材仕入れてない？なんもねえな、この店は。どうしようかな。まぁ、ちょっとジャイアンが帰宅するのを待とうか。お、何かしらのコンボが発生している。で、そういえば改良まだやってなかったんだよな。ここらで、あれ、さっき作った大福は対象じゃない感じ？どら焼き限定？これ、いやまあいいけど、まあこれ1回やらせてみようか。3回使えるし、あと行け。これでまあなんかちょっと時間かかるみたいだけど、今まで作ったどら焼きの質が、品質が底上げされ、誰ですか？誰かが来ました。何者だ？はじめまして、最強ドラノビ帝国さんにお願いがあってやってまいりました。おいおいおい、鍵つけてきたぞ。薄汚えハイエナがよ。町内会長、うちの店をどう利用するつもりだ？あー、なるほど、そういう感じですか。町内会の福引きの景品。なるほどね。まあこれ次第かな。これ次第ということになりますけど、マネーですよ、マネー。ドラ焼きから選んでほしいそうです。つまり選択したどら焼きの PR みたいなことになるのかな。まあその場合当然品質の高いものを選びたいよね。今んとこ黒糖どら焼きが一番質が高い感じするけど、当店のメニューの中では。これじゃあおすすめしとこうか。これで福引きの景品になった黒糖どら焼きが街の人たちに大評判で、お店の PR にもつながるみたいな話ですよね。まあいろいろ来たな。あ、てか生クリームって1個持ってたけど、生どら焼きってもしかして生クリームのことか。あ、だとしたら作れたかもな。ちょっと作ってみようか。もう一つ手に入ったし、生クリーム。で、この探索、ん？どうした？あー、はい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 。食材探しポイントが増えましたと。じゃあジャイアン、ちょっと帰ってきたとこ悪いけど、行ってくれるか？早速帰ってきたとこ悪いけどいいか。あ、ただなんかさっき行かせた池のある公園もなんか一つ手に入ってない食材あんね。はてな状態の。これはまあ何が手に入るかこの中からランダムみたいな話だと思うので、そっか、ちょっともう一回行かせたい気持ちはあるけど、まあでも一度も行ったことない場所が優先かな。星にも関わるし、店のね、ドラミに言われたやつで。あ、ねえねえドラえもん、余ってる土地に空き地を作るのはどう？何言ってんのこいつ余ってる土地はもうそれ自体が空き地みたいなもんだろ。何言ってんのこいつ。まあなんか自由に使える場ってことか。お客様たちが、お客さんが遊んだりもできるし、広々してて気持ちがいいと思うんだ。いいんじゃない？でも昼寝してサボったりしないでよ。
やだな、そんなことしないよ。するだろお前は。じゃあ空き地ができるのを楽しみにしてるね。これはのび太の、はい、お願いか。なんか演出入りましたけどね。他のお願いはあんまりこういうのないのに。たっけ !1 万5000円か。ちょっと店の予算結構厳しいのよ最近。まあこれもどんどんやらせよ。早いうちにやらせた方が恩恵を受ける時間が長くなるので、こういうのはまあまあどんどん先にやっとけということだよね。で、開発かな。生クリームを使えばもしかして生どら焼きできるんじゃねえのかと、そういう疑いがかかっ、んー、これどうだ、これな、商品名教えてくれないの。いや生クリーム俺1個しか持ってないのよ。頼むぞ、来い。ちげえな、全然ちげえよ。マリトッツォ、いやこの街でマリトッツォ流行んねえってこの街では特に流行んねえよマリトッツォ。のび太の調理技術がドラえもんに追いついてる。やっぱこいつやりゃできるやつなのよ。頼むぞ、やらせてみます。さあどうだ、のび太の作った、お前船降りろ。なんかいまいち大したことねえな。まあいいでしょう。得意な飾り付けありますか。そうそう、こういうのこういうのこういうの大事大事、得意な飾り。あ、いいね、これ美味しさブーストでかいぞ。得意な飾り付けによる、はい、得意なマットもある。おお、すごいすごいすごい、得意な飾りもある。あ、すごい、お前得意なもん多いな。え、これ今ちょっとのび太最強か。ちょっと環境最強キャラかもしれないのび太。なんかもっとね、こういう使えるものが増えてきたら、こうスネ夫とかジャイアンが得意なものも増えてくると思うんだけど、すごい今全部に得意な項目あんの。これちょっと環境最強キャラですよ。いけ、これは結構期待できるな。飾り付けによる後ブーストがでかいので。何やってんだ、できすぎ。おい、ちょっとキテレツにしか刺さってねえぞ。キテレツにしか刺さってないのよこれどうなんだ。お、新しい食材、よもぎ。あー、よもぎ団子みたいなの作れんのかな。ちょっとね、店の予算、経営始めた時点では10万円以上あったはずなんですけど、残り3万円になっちゃったな。あー、でもちょっと待てよ、これも回路ソフトゲームあるあるなんだけど、店の資金が底をつきそうになったら一度だけなんか補助金みたいなの出るんじゃないかな。どのゲームでもそうなのよ。一回だけなんだけど、一回限定でカツカツになった時に補助金が出るっていうの、多分この作品にもあるんじゃねえかな。だからまあやっぱお金はどんどん使っていいわ、補助金が出るまではね、少なくとも。で、俺は何をしようとしたんだっけ。お願いは別に今なんもないんだよな。いやーでもなー、ちょっとこれ接待で無理やり顧客にするっていうのも今だったらできるかもしれないな。生どら焼きを食べてみたいと言ってるので、この人すいませんね、どの作品、あ、どの作品のキャラかわかんねえと思ったけど、雷さんってあれか、ドラえもんの、のび太たちが野球してるとこの空き地の近くにいる人か。ボールぶち込まれて雷落とすから雷さん、まあ、雷さんにおもてなしをしたいわけですけど、どうしようかな。ここでは美味しさが、あ、やべやべ、選んじゃった選んじゃった選んじゃった、ワンプッシュで選ぶのかよ。これいけるかいけるかいけんのか。全然ですね。そうかそうか、そうだよな。でもこれ何回もやっていけば F ポイントこそ使うけど、ちょっと無理やり顧客にしちゃうってのもいけるか。黒糖どら焼きを次は選びます。はい、雷さんを接待。いつもすいませんね、ボールぶち込んじゃって、お宅の窓に。もうちょっともうちょっともうちょっと、あと一声頼むよ。あとちょっとの勇気。残り5はもうあなた自身の勇気ですよ、雷さん。何やってんだこいつ。じゃあ F ポイント少しでも使わない方。ドラマリトッツォ。まあ、こちらを食わせれば、マリトッツォが決め手ですね。はい。マリトッツォ結構効いてんな。マリトッツォのブーストすごいな。
これで雷さんがお店に来るようになりましたと。まあ今まではそれぞれのキャラクターの好物を作って差し上げることで顧客にしてきたけど、一応こういうご利用しもできますよと。まあそういうのをやってみたけど、まああんまコスパいい感じはしないよな。でもまあこれで雷さん店に来てくれるようになって、お、なんか二人用座席の寄付もされましたね。なんとなくさ、通路みたいな場所必要かなって思って、こうなんかさ、ちょっと隙間開けてたけどさ、別にいいのかな、道道でもこうやって、で、あ、お願い事の完了、はい、レモンジュース、オレンジジュース、アセロラジュース、これはドリンクバー担当の源さんが、あ、お母さんじゃない、お客さん候補のびたまこさん。あ、これは源さん任せでいいのか。あれ、なんか提供中ってなってんのが今お茶だけど、これ提供中のやつをなんか選べんのか。あー、これは満足度ってことかな。あ、どれか1個しか選べないんだ。 F ポイント、お客さんが飲んだ時にどういう効果を得るかってことだよね。満足度なのか F ポイントなのか金銭なのか、お金だよねこれ。これ悩むとこだな。でもちょっと今お金カツカツですからね。大事なんじゃないですか、金銭。まあでもお客様の満足度が結局お金として最終的には回ってくるという考え方もありますので。それにしてみ、ん?お、業界新聞だってよ。お、雷さんインタビュー受けてんじゃん。今までで最も手厚い接待をしたからね、この人には。お菓子だけで、なく店内の雰囲気も評判がいい最強ドラノビ帝国。お店に施設やら何やら設置すると利用したお客さんが嬉しくなって F ポイントをくれちゃうかもしれませんね。なるほどね、満足度も大事ですよということだけど、あったあった、道っていうの、これか、この板の部分。あー、はい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 、これから廊下を敷きます。で、こういう場所に置いたら、まあお金はかかるけど敷地をでかくすることができる。こういう風にね。ああ、まあそうだな、どんだけここの拡張にお金を使うかって話だな。とりあえずなんかこう、うん、綺麗な四角にしておきましたけど、え、どうする、どうする。なんか大福の棚とかもかける位置になってるので、置いてあげた方が良かったりする、もう一個。でもこれ2ついんのかな。でもこれ設置するのに5000円かかんだもんな。ちょっとパス、お金かかっちゃうね。お、なんだ、試作室からの報告。あ、のび太に任せてた、はい、既存のどら焼きの改良ね。あ、これの結果出た後に雷さん接待した方が良かったかもな。しまったー、その方が効果高かったはずだよね。より品質の高くなったどら焼きで接待した方が。ってことで、はい、さらに美味しくなりました。これがまああれだよね、どら焼きの書。あれかける0になってる。あれ、3つ持ってなかったっけ、どら焼きの塩。もしかして3つ全部使った？3つ全部使ったのかな。もうこれ以上改良できなくなっちゃってる。ちょっと豪だ、お前んちに売ってないの、あれ。何やってんだお前、本当に。ちょっとお金今カツカツよ。まあちょっと補助金に期待はしてるけど。また来たな、町内会長。あ、そういえばそうだった、はいはい、黒糖どら焼きを使ったイベントが行われ、どら焼き目当てに、もうちょっとなんか勝手にメッセージがどんどん送られちゃったけども、黒糖どら焼きが話題になり、やっぱりあの福引きの景品で話題になったんだ。プレミアがついた。あー、なるほどね、価格が高騰した。いや、そんなことあんの。どら焼きの値段決めるのはあくまでもこっち側だと思うんだけど、市場のなんか状態によって変わんの。ありがとうございました、お礼にこちらをお受け取りください。あー、町内会から。あった、なんかいやらしいな、お世話になりましたっつって現金そっと渡してくんの。
来たね、町内会だ。アイテム盆栽を手に入れた。あ、盆栽はあれですね。先生に渡したやつ。そうだ、釣り竿を好きなやついない？雷さんとか。あ、今、あ、でもなんか、もう、チカって押しちゃったけど、雷さん20丸になってたね、釣り竿。あ、よかったよかった。あ、これありがたいね。雷さん向きのアイテムだった。こういうのも大事ね。どんどんやっておかないと。魅力アップ。施設の魅力がアップする。あ、施設そのものに使うやつか。こういうのもまあ、手元で腐らせてもしょうがないのかな。例えば、まあ、二人用座席とかに、をやったら、座席の魅力が上がるわけだよね。座席、あ、やばいやばいやばい、押しちゃった押しちゃった押しちゃった、連続で押しちゃった、もったいな。あ、でも二人用座席、これ、三つとも魅力上がるんだ。あ、ありがたいね。で、盆栽は、あ、盆栽、雷さんも好きじゃん。あー、そっか、先生二重丸だったけど、一つ上げたらもう二つ目以降はダメなんだ。罰なんだ。罰って書いてあるね。じゃあ、雷さんにも、そうね、賄賂を渡しておけば、たくさん、買い物をしてくれるってわけだ。で、お、何ですか？お願い事。はいはい。空き地を手に。あー、これ、のび太のお願いか。言ってたね。空き地を作りたいと。こちらの空き地をですね。結構土地使うなっていうか、もう、いや、お前がよく遊んでる空き地じゃんよ、これは。何お前店に再現しようとしてんだ、お気に入りの空き地を。私物化すな。これお前が遊ぶためだろ。のび太のお願いだからね。まあいいわ、ここにもう置く、ドンと置きます。道がないと表示されてる施設があるみたいですよ。ん？あ、はは、なるほどなるほど。なんか、うん、たどり着けないのね、このままではお客様が。つまり道で芝生を選んで、まあ芝生じゃなくてこう板のところを伸ばしてあげてもいいんだけど、そうしようか。ちょっと待ってね。ちょっと待ってくれ。廊下をどのくらいの距離で行けんだ。これで行けたりとかしない？あ、これでも道がない判定なんだ。あー、芝生引いてあげた方がいいかな。キテレツ大百科。え、新しいアイテム、キテレツ大百科。え、あんなもん、キテレツに渡すようだろうよ。キテレツ、あ、キテレツに渡すと何かが起こりそう。あ、もうほんと、うわー、そう、専用アイテム。そんなのもあるんだ。キテレツ専用アイテムだ。くれてやる！あ、僕のキテレツ大百科。こっちの世界に来た時になくして困ってたんだよね。見つけてくれてありがとう。これで発明ができるぞ。もしかしてなんか、キテレツの発明品が、店の役に立ったりもする？お菓子を5個多く買ってくれるようだ。ちょっとお得意様すぎるだろ。キテレツ自身はどっから金稼いでんのよ。あー、そっかそっかそっか。コロスケは一緒に来てなかったんだ、こっちの世界に。こっちの世界でも、コロスケ。いや、ちょっと怖いな、それ。なんか重い感じするけど。コロスケがいなくて寂しいな。こっちの世界でもコロスケ作ろうみたいな発想。いや、わかんないけどね、その発想がどっから来てんのかは。だとしたらちょっと怖いな。でですよ、忘れないうちに芝生をここにつなげてあげたらいいんだよね。例えば、まあこのね、店の外側とか芝生でぐるーっと行ってやったりしたらさ、まあ一応道ができたっていうことには多分なんだよね、これで。で、あー、ちょうど空き地ができまして、営業結果も出ましたと、本日の。売り上げはまあこれ伸びてんだよな。伸びてそうだね。売り上げ新記録。来客数も新記録。まあまあ、これ全然まだ序盤だから当然なんだけど、順調に伸びてますということですね。で、食材探しの結果、あれ、キテレツ大百科また持ってきた、こいつ。よもぎくり、キテレツ大百科。いや、それをさっき使ったのか？魅力アップのアイテム。あ、結構いろいろ手に入れてくれたね。ほんで？あ、そうだな。食材探しの場所はどんどん増えていくから。ジャイアン、お疲れんとこ悪いけど。お、ベンゾーいいんじゃん、ベンゾーさん。ベンゾーさんもまあ、スカウトに必要な
なんか、おやじじゃん、おやじ。のび太の親父じゃんよ。のび太の親父はもうのび太がいる時点で釣れんじゃないの？ダメなの？いやー、こんなのもあんの？タケコプターが必要です。なんか道具、いやもう必要ですっていうか、それは頼みな？ドラえもんに出してって。頼めば出してくれるだろ、タケコプターくらいは。ここはまだ行けないと。あ、だったらちょっと親父スカウトしに行くか。あ、でもどうだ、ちょっと待って、一旦保留。あ、ほんでドラえもん、次に行く場所はタケコプターがいるみたい。新しいの5、6本欲張るね。え、全員分ってこと？ 5、6 本出しておいてよ。それが昨日全部修理に出したところなんだよ。しょうがない、今回は未来デパートに買いに行こう。あ、買い物場所増えんじゃないの？未来デパートに行くならこれがないとね。あ、タイムマシンかと思った。未来コイン、この未来コインを使って買い物ができるんだよと。あ、やった、ショップが増えたぞ。未来デパートに、はい、タイムマシンで乗り込みます。いやいや、いらっしゃいませ。未来デパート新製品セールス部、ウランカナと申します。あ、うわ、見覚えのあるアイテムたちだ。このカムカムキャットもなんか見覚えあるぞ。タケコプター。あ、ちょ、おお、もうワンプッシュで確認なく買っちゃうんだから。はいはいはい、タケコプ買いまして。とりあえず一つ買えばいいのかな、タケコプは。あー、なるほど、そっか、未来コイン。あ、右上に書いてあるよね。現在13個未来コインを所持しています。24個のこれはかなり遠いけど、この辺もう買っといてもいいんじゃないの？買っとこう、もう買えるもん買っとこう。カムカムキャットかわいい。はい、アンキパン。おなじみの道具だね。はい。とまで生きることはどんどん増やしちゃって、おっと、あれ、ひ孫だっけ、あれ、どのくらい遠いんだっけ、のび太との関係。まあ子孫だね。あれ、ドラえもんじゃないか。ドラ焼き屋さんのお手伝いで忙しいってドラミから聞いてるよ。やすやしくん、偶然だね。そうなんだ、だからお店のサポートができそうな秘密道具を探しに来たんだよ。お兄ちゃん、これ、お、ドラミもいる。それならこれを貸してあげるわよ。うわ、ドラミ、あんだ、お前も来てたのか。別にいいだろ。あ、ミニドラじゃん。なるほど、ミニドラか。どうどう、ガガヨヨ。ドラ焼き屋さんのお手伝い頑張るからよろしくねって言ってるわ。なんでわかんだよ、お前は。ドラえもんとおじいちゃんがお手伝いしてるお店か。面白そうだから今度僕も遊びに行くね。え、顧客？顧客と貸す？未来からわざわざドラ焼き買いに来んの？で、ちょっともうできることと、もうどんどん増えるね。ミニドラえもんは店内で活動するようです。え？よくないことが起きた時の BGM。SE なってなかった。今お客さん候補って出てたな、左上に。せわしい。わあ、いっぱいいる、いっぱいいる！のびたまこおもてなし、お母さんね。あ、そうだ、そうだよね。今、ジャイアンに探索行かせようと思ってキャンセルしたのは、のび太の親父はやっぱおかんも一緒にいたら釣れるんじゃないかと考えたので、あれ、大福餅、あれ、大福餅うちなかったっけ、あれ、大福餅、食べたくない、もうこれ食わせたらもう、あ、なるほど、一発で釣れるってわけだ、もう持ってるもんね。なんで実の母を接待しないといけねえんだよ。よっしゃ、来た、これで顧客になりまして、で、なんで、え、お母さんを接待した結果ごめんなんでって話だけど、で、せっかくタケコプを手に入れたので、そう、ここにも行けるようになったけど、親父のスカウト行けるでしょ、お母さんいるから。これちょっと行かせようか、ジャイアン頼むわ、いつも通り。で、お、ミニドラはそういう役に立ち方もするんだ。ミニドラも食材探しに連れて行こう。で、はいはい、手に入る食材がさらに増える、そりゃありがたいね。よし、行ってらっしゃい。で、今なんかお願いあったっけ。いや、うん、コロスケのおもてなし、 F ポイントじゃなくて金銭が表示されてるけど、こいつ家電で仲間になんの？雷おこしや、もう買ってこい、浅草行って。うちじゃねえだろ。雷おこしは。
ちょっと待って、もてなす、あ、まあ食べたいものは今雷おこし持ってないけど、あ、 F ポイントじゃなくてお金使うんだ。いや9000円って今結構高えぞ。これちょっと気軽には使えないな、9000円。コロスケのために確実に行けるっていう時じゃないと。ちょっと待って、今さ、おもてなし可能な人、あ、いないですね。どれも好物作れてないですね。で、お、新聞、あ、来てるやつインタビュー受けてる。異世界で、異世界でインタビュー受けるな。あ、コロスケ作ったからね。今できることってなんかあるかな。あ、生クリーム今所持数ゼロだから、ちょっと1個は買っとこうか、安いし。購入しました。で、現在、はいはいはい、食材、あ、いや、これがあるからジャイアン新しい場所にタケコプターで行かせた方が良かったか、食材探し。ちょっと父親ね、え、あれは結構タイミングだと思うので、父親スカウトできそうだったから行かせちゃったけど、新しい場所行かせてたら一番上の食材探しをクリア、これ満たして星もらえてたかもね。まあそれはじゃあまた次回にしましょうか。そうだな、今すぐできることってなんかあんまなくなってきたな。どら焼きもなんか今、なんか大したもん作れなさそうなんだよな。ってことで、また営業が一日終わってキリがいい感じなので、一旦ここで終わろうと思います。まあ新しい要素どんどん増えていくけど、まあとにかく食材探しに行かせて新メニュー作って、でこいつら顧客をどんどん増やしていく、そしたら売り上げが増えていきますよっていう感じですよね、基本的な流れとしてはね。まあお金結構カツカツだと思ったけど、なんか町内会長だの、お母さんだの、なんかお金くれる優しい大人がいて、とりあえず今経営状況悪くないですね。だからやっぱりね、そういうボーナスも結構あるから、どんどんお金は使って回していけという、そういうことですよね。経営シミュレーションゲームの鉄則ですよ、お金は回せと。ってことで、また次回よろしくお願いします。ありがとうございました。